あのー、すいません。あら、こんにちは。怪しい格好すぎる。こんにちは、の人、嫌いやわ。ご用件は新種の花を見つけまして、見つけた人はここに来いと聞いたのですが、あなたは私は花言葉マザー。花言葉マザー。すべての花に花言葉を授けています。えじゃあ、バラとかカーネーションの花言葉を作ったのもあなたなんですかそうです。すげえ。脱書脱書その花が新しい子ですかあー、はい。 名前は群んリアンポピーです。群んまりやポピー。ぐんで発見されたポピーです。なるほど。では、授けます。おー、お願いします。へきちです。へきち群馬のことバカにしてるい,いえ、花の種類が多すぎて、使える言葉も減ってきているんです。やとしても、へきちって、いつ使う言葉やねん。あー、あと、はい。新種の虫も見つけたらここに行って。あー、私は虫言葉も授けていますので、ね。虫言葉はい。初めて聞いたな。えー、ちなみに、カブトムシの虫言葉は、 強いね。強いね。じゃあ、クワガタは挟んじゃうぞ。挟んじゃうぞ。いつ使うねん、その虫言葉。で、その新種の虫は持ってきたんですかあー、これです。名前は群馬リアンクワガタです。群馬リアンクワガタ。群馬で見つかったクワガタです。そうですか。では、授けます。はい。へ地で挟んじゃうぞ。雑。わっっ